アズリエリセンター内のショッピングモールアズリエリセンターはイスラエルテルアビブ市街中心部にある高層ビルコンプレックス。不動産デベロッパーのデイビット・アズリエリにより建設された。主にサーキュラータワー、トライアングュラータワー、スクエアタワーの3棟から構成されており、サーキュラータワーが最も高い。187メートルの高さで3棟のうち最も高い。 1996年着工、1999年、工、四49階建てで、テルアビブで最も高く、イスラエルでは、テルアビブ東港のラマトガンにあるモシェアビブタワーに次いで2番目の、高さである。サーキュラータワーからの眺望1996年、着工、1999年、工、行。169メートルの高さ、46階建てである。 断面は正三角形の形状である。2007年春工、154メートル42階建てである。建設工事は1998年に中断し、2006年に再開した。クラウンプラザホテルが入居している。低層階に設定されているアズリエリセンターモールはイスラエル最大級で、週末は若者で賑わっている。 アズリエリセンターはイスラエル鉄道のテルアビブハシャローム駅に歩道橋で接続されており、また自動車ではアヤロンハイウェイに近接している。ありがとうございます。